監督よろしくお願いします、はいはい、昨年4位ということで、うん、ちょっと意外だったですね。88年の歴史の中で最強のチームだったし、まあ、でもその中でも4位っていうのは踏ん張った方、はい、いやー踏ん張ってないでしょ、まあ、やっぱりオープン戦が全く勝てなかったでしょ。あそれでただ3月4月、うん、いい形で、行ったんですね、うん、それの若い力であったり、うん、あるいはカズマのスタートも良かったし、うん、しかし5月から6月、7月、8月もう貯金をあれよあれよ、うん、それで劣勢劣勢、立て直せたということをやったけれども、で最後の9月は、うん、最低、A クラスだというようなね、レベルまで落としながら、しかしそれも耐えきれなかった。まあもちろん私の力のないところも大いに反省しました。本当本当本当。でも史上最低のチーム。ああそう。うん、で今年立て直さなきゃいけないよね。まずそこの部分を選手たちに、新しく入った人たちはね、わからないんですけど、ただそういうチームであったんだということを自覚させることは大事だと思います。そのところから入る、まあ、そこを糧、反省として2023年、まあ、89年目の巨人軍がスタートしてるっていうことですね。まあ、いい外国人も補強できてるし、すごい力のある真面目なと思いますね。まあ、全体的に言えるのは若いということですね、外国人平均、まあ、21歳の子もいるし、28歳とかね、27歳とか、若いっていう選手で、まあ、実力のある人たちを選ぶことができた、それは楽しみですね、それ何より、日本で一発うまくなってやったるぜというような気持ちを持ってる人が来たような気がするんですね。まあ、ロペスなんかはWBC を辞退してきてくれてるもんね。ね、僕らは気持ちは嬉しいでしょ。そうですね、まあ、やっぱり環境に早く慣れたいんだということでしたね。まあ、どうですかって聞かれた時にはね、いや、ぜひもし出るんであるなら、出たいんであるならやってくれというふうには言ったんですけどね、ブレーキは来てませんでしたけど、まあ、一つのテーマでもある、まあ、坂本コンバートがあるんじゃないかとか、まあ、いろいろこう騒がれてる世の中では、監督はどう見てます、坂本のこと。まあ、坂本智之、というのは一つの主軸であり、その軸でずっと何年間か来てくれてましたよね。看板だもんね、コーダーの軸、まあ、看板選手、まあ、その中で2年ぐらいあまり出てないっていうのが2人だと思ってます、怪我も多くなったし、そこで2を下ろさせたというかね、それがキャプテンで、まあ、少し自分の中で、まあ、ある意味みんなと一緒だということですよ、特別はないよということですよ。まあ、そういう中で今年どういう働きをしてくれるかね、去年は何とか立て もうちょっとできるだろうということで頑張って頑張って頑張らせて、今年はね、それはないと思う。もう、あまり芳しくないようであるんだけどね、それはもう頼ることなく、まあ、岡本、直樹、この辺のキャプテンですから、あそこを中心にね、チームは作っていく必要があるんだけど、まあでも、そう言いながらもね、智之っていうのはやっぱり大きな力を持ってるわけですから、まあ、そういう意味では、彼らが、先頭になって引っ張ってくれればね、一番いいとは思う。まあ、看板をちょっと多少下ろした後にしても、その2人が引っ張っていくようになってくれると、ジャイアンツはいいところに絶対いると。はい。しかし、今年は下ろせる看板の位置であるということですね。去年は下ろせない看板だった。どういう状態？ということは、
周りの選手も成長してきたっていうことを、成長してきたと同時に成長させなきゃいけない。ああなるほどね、まあ、だからそういう責任を与えながら成長を促すと。でも我々だってすごいレギュラーの人たちを奪い取ってきてるわけだから、まあね、みんなそうだから、だからそういう中で生き延びるのが、まあ、プロの世界なわけでね、うん、ですから、まあ、でも意地を見たいと思います。かつて監督が現役の時に代打長嶋一茂、うんうんうん、そういうことも坂本は味合う可能性があるということ。あるでしょ。それはあの当時ミスターはチームが勝つためにどうするかということだけですから、うんうん、勝つためにはだから自分があでもねこうでもねって考えるよりは、あー俺野球下手くそになりやがったなって、俺もうちょっと上手くなってやるぞっていうふうに思うしかないわけでね、うん、でも当時その時も思った。監督素直にそれはあのそれは何と思うんだ。いやそれはあの最初は一茂っていうのはね思いましたけど、うん、まあ冷静に考えるとやっぱり自分でやらないかんな、うん、もっと上手くならないかん、練習するっていうことに落ち着きましたけどね。でもそれを味わった時に、だからまあ坂本だとか、うん、あそういう選手がどういうふうに思うかだね、うん、じゃあ、うん、まあね、そこはもうプロなの、うん、ね、個人事業主だから、まあね、仲良し小良しの部活動やってるわけじゃないか。確かに、まあ、そこら辺はなんか優しく言ってるけど厳しいこと言ってるよねさあ今年は優勝です、ね、そうですね、負けられないもんね。そう、もう監督のプライドとしても。そうですね、まあ、いろんな監督が変わりました。岡田監督になったり新井監督になったり、まあ、そこら辺の新人監督の戦い方っていうのは気になってますか、ならないですか。自分たちのでしょうね、野球。それで、大体、行ってこい、まあ、6試合ぐらいやるとチームの色っていうのがぼんやりでも見えてきますよね。でその辺からでしょうね、まあ、ファントレースっていうのは、かなりの25試合というゲームをこなすわけですから、だからそこはあまり詮索する必要はないと。まあ、勝負の世界っていうのはもちろんみんな勝ちに来るんだけど、やっぱり勝つことって結構難しいことだね。ただギリギリの勝負をどうやって勝つかっていうところだね。でも一番勝ってる監督がそう言うんだから本当に難しいんだろうね。それは歯車がね、一歩狂っちゃうとね結構難しいし、だからまあ、歯車が合うような形でスターティングメンバーであったり、あるいは一軍メンバーであったりということはね、するのが僕の役割だと思いますね。でも最後にね、あの中田翔がものすごく変わったんですね。そうですか。いや日本ハム時代と考えると180度変わった、まあ、変えたというか、すごいなと思って、ね、中田翔と岡本やっぱり4番って決まってないと思うんだけど、監督の中では、はい、どっちが有力なの。それは岡本ですね。あ、岡本ね。今年の、まあ、去年の、バッティング、そして今年のキャンプのバッティングを見てると、このバッティングであるならば1回に回ってきてもいい人だなと思いました。なるほどね。まあ、今日は3番もありだなと思いました。そしてカズマが4番、まあ、逆にカズマが4番、それにショルダー5番、こういうのもありますけど、それぐらいね、やっぱりこう初回に回らしたいバッターになってきましたね。なるほどね。あのということは、まあ、ジャイアンツ来て フルイニングっていうか、フル出場はしてないじゃない、うん、今年からはもうフル出場できるだけの準備はもう整った。本人はあのそのつもりで言ってると思うんですよ。僕はもう彼に、三冠王できるという、もうね、結構2人で目合うたびに言ってますから、うん、本人もね、自覚は出てきてると思うんですけど、まあ、その気にさせるっていうのはうまいよねこう言い続けるというのは、まあ、まあそこはね、本当にそう思うからね。
そういう可能性のない人には言わないですよ、うん、そうね、はい、でも楽しみですね。そうですね。いや、秋広ともいるし、秋広も面白い、いや浅野も入った、ああそう、浅野も面白いね。浅野はどのぐらいのタイミングで1軍に上げるかとか、まず今シーズンは我慢させるとか、まずそろそろ20日過ぎぐらいから実戦が入りますから、ファンもね、その実戦を見て、やっぱりその練習では測れないものって実戦で出るし、うんうんうん、まあ、それがどういう形で出るかっていうので未来が見えてくるでしょうね。さあ、監督としてじゃなくて評論家として、監督がジャイアンツを見たときに今年は何位ですか？評論家としては見たことない。まあそうだね。評論家はね、もういつも思うんだけど、優勝争いってみんな大体当たらないじゃない。当たらない、ね、で当たらなくていいと思うんだけど、一つ提案があって、ね、うん、例えば、10試合とか合、うん、短期の部分で、うん、何勝とか1位とか順位争いを、評論家の人に聞いたので、すごい面白いデータが出るんじゃないかな。あ、10試合経ってから、だ、まあ、10試合だったら12試合ね、うん、要するに3回、まあ、いや、それやってくれるとまだ少し楽だよ。だそれでトータルで評論家のやっぱり現状を見ながら、その10、まあ、4カードね、12試合、というものをこう測った形で何勝何敗っていうのを、もうコーチだとかスポンジだとかってそういう垣根を壊した状態で、もう評論家書士がその試合のない月曜日にやるわけ。でもするとファンは、あ、この人は見る目ない。あるいはそう怖いね。この人は見る目ない。だ、1年間はのやつっていうのはいろんな言い訳ができるじゃない。確かに。ね、新しい人はほとんどいないんだから、ま、いない、ね、いや本当に去年なんか本当悲惨なもんだから、みんな、うん、じゃあもうこれ、まあ、優勝はもう確実に、ね、狙ってるし、まあ、しなきゃいけない年ですよね。で、監督にもう一つ仕事、うん、DH タイブレイク、うん、こういうのを進めてくださいよ。監督しか言う人いないでしょ。もうかなり言わせていただいてるんですが、なかなか相手にされない。相手にされない。野球界っていうのは、いかに魅力ある野球界にするかっていうのが大事なことだと思います。問題点っていうのは、やっぱり野球の時間をやっぱ短縮する、少し時間を、そのためにはどうしたらいいか、あるいは野球人口、子どもたちが野球人口を増やすためにはどうしたらいいのか、やっぱりその3点というのが一番大きなことだと思います。そうだね、うん、そしてやっぱり、野球界の我々はトップチームですか、 NPB というのは、うん、やっぱりその中でみんながより良い魅力ある野球界を作る、でルールも統一する。 DH をなぜ叩く何っていうのがよく分からない。で、引き分けの野球ももう面白くないでしょ、うん、でそのサドンデスですよ、野球は、うん、それでもしある程度の規定とか、あるいはタイブレイクとか、うん、そんなものがあって、それでも引き分けだったんです、うん、そしたら次の日の6時プレーボールだったら5時ぐらいからまたそのタイブレイクでやればいいじゃん。ね、やっぱり引き分けっていうのはね、引き分け再試合ですよ。そうなったらやっぱり勝率の野球というのは日本しかないじゃないですか、ね、野球で、うん、だからメジャーリーガーの引き分けっていう部分があるっていうこと自体が怖い、ね、そうやって時代のニーズというかね、時代の流れの中でそう、ルールというものを変えるのがやっぱりトップの人たちだと思うんですよね。その人たちが少年野球だってみんなが DH やったらさ、1000チームあったら1000人レギュラーが増える。そうそうだ、ね、9人が10人で野球をそうそうそう、だからそういうことを考えたらね、全く教育的だしね、うん、野球バッティングはいいけれどもって走れないんだ、うん、でもその子が6年ぐらい経つと走れる選手になるかもしれない、うん、そうそうそう、野球は。そうそう、でも試合に出てなかったら何も残っていかないし、ね、ですね。まあ監督はコミッショナーになるしかないね。あなたがなって俺サポートする。いやとんでもない。俺はサポートはするけど、まあ、監督がコミッショナーになる気あるんでしょ、ね、現役の時にもう今監督も来て、もうベストを尽くしてますから、ね、
もう僕はヘトヘトになってたのに、そしたら僕はもうそういう、あなたはまだ余力があるから、ないないないいやだからコミッショナーになって、やっぱ野球界を変えて野球を統一してほしいですよ。いや本当そう、それは本当思います。あのサッカーって FIFA がもう全世界を統一してるから、もう日本だけでも、だからあの1ミリだってね、あれだってね、ああいうんだってルールだから、それはやっぱトップの人たちが統一したルールで今回こうするね、ダメだったらいや今回はこうする、これでいいわけですよ。かたくなにやったから、こうだったらダメじゃないかみたいな、マイナスから入ると何もできやしないよ、そうだね。まあでも本当にあの球界がね、もうジャイアンツだけじゃないでしょ、考えてることがやっぱ周りでしょ、ね、やっぱり野球界はね、サッカーの、ね、天皇杯ができるようになったら最高ですよ。ああそうそうそう、本当だ。もう俺天皇杯っていうサッカーの素晴らしいところ、だからそれを変えていくのはコミッショナーしかないってだからそこをやって原監督という野球人生が終わっていく。いやいやね、まあお願いしますよ、本当に。まあ、そうなったら、ね、今は何も考えない。いやでもね、俺は本当に応援してるから、コミッショナーになること。だからもうジャイアンツの優勝というのは同級生としてね、そうそう、あの別にいいの、だからあなたがコミッショナーになるということを心待ちにしてるのよ俺は。NPB コミッショナーの人は怒ってもふざけんの。いやでも他の 12、まあうちのオーナーはそれは怒らないかもしれない。他の11球団は偉そうに言ってんじゃねえよ。いやそんなことない。だって今まで野球界に貢献してきて、いやいやこれだけ勝った監督っていないしね。もうね、まあまあその辺でいいでしょう。まあね、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。